私の名前はモモナ、28歳の専業主婦です。4年前に旦那と結婚し、その1年後に息子を出産。だけど2年前に単身赴任になってしまい、現在は妹のミランと息子と3人で暮らしている。両親は仕事の都合で他県に住んでおり、今は実家に私たちが住んでいる。ミランは家事ができない上にとてもぐうたらな性格で、私は将来のことが毎日心配で。お姉ちゃん、今日のお昼ご飯ちょっと味薄かったんだけど。ああ、かけるの分も一緒に作ったからかな。ごめんごめん。もう、ちゃんと分けて作ってよ。なんだか食べた気しない。じゃあ何かお菓子でも食べたら。確かチョコレートとかテーブルにあったでしょ。言われなくても食べてるし。ねえ、今日の晩ご飯は何なの？あんたそれ毎日聞いてくるわね。だって今食べることしか楽しみないし。この間の就職試験の結果はまだなの？まだだよ。高校を卒業してからもなかなか決まらないわね。でも今度こそ大丈夫な気がするんだよね。そう？ならいいんだけど。ねえ、今日の晩ご飯ハンバーグがいいな。ああ、それと私が毎月買ってるファッション雑誌が今日発売日だから買ってきて。もう私は家政婦じゃないのよ、わかってるの？でも働いてないしニートじゃん。ニートじゃないわよ、専業主婦なの。言い方に気をつけなさいよ。専業主婦ってだけで威張らないでよね。ただの雑用係じゃん。あんた自分が言ってること分かってるの？今まで散々私があんたのお世話をずっとしてきたんでしょ。それなのに雑用係って何なのよ。そのままの意味だけど。まあ別に邪魔とかは言ってないじゃん。家事とか買い出しとか言ってくれるから、私は何もしなくてもいいから楽だし。あんたいい加減にしなさいよ。もうそんなこと言ってるとあんたのお世話しないからね。人のお世話しか取り柄がないのにそんなこと言っちゃっていいの？はあ？何よそれ。言っておくけどね、結婚するまでは会社でみんなからも頼りにされてたのよ。出たよ昔の自慢。それ何の意味もないから。今はただの家政婦だもんね。笑っちゃう。私にはまだ小さいかけるもいるし、今はなるべくそばにいて育ててあげたいの。だからなかなか働きに行けないんでしょ。自分の能力不足なだけなのにかけるのせいにしてるし、最低。かけるのせいにしてるんじゃないわ。そばにいてちゃんと愛情をあげたいの。はいはい、綺麗事はよしてよ。もうこんなしょうもない話いいから、早く本買いに行ってくれない？時間の無駄だから。本ぐらい自分で買いに行きなさいよ。あんた家にいるんだから自分で買いに行った方が早いでしょ。でもお姉ちゃんもお買い物行ってるよね。だったらそのついでに買ってきてくれればいいじゃん。本当にあんたは外に出ようとしないわね。はいはい、わかったわ。お金はちゃんと払ってよね。ケチだね。可愛い妹に少しは買ってあげようって思わないの？あのね、これだけお世話してあげてるのにそんなこと言うの？もうその文句聞き飽きた。うるさい。ああ、それとこの間洗濯に出した洋服だけどシワシワになってたよ。干すときにちゃんとシワ伸ばししてくれないと困るんだけど。だからそんなこと言うなら自分でやりなさいよ。やだ、めんどくさいし。あんなしばしばな服着れないからアイロンかけてよ。お姉ちゃんの部屋に置いとくから。あんたそれぐらいしないと将来結婚した時何もできないわよ。旦那さんに全部やってもらうからいいんだ。世の中そんなに甘くないわよ。うるさいな本当に。お兄さんもよくこんなうるさいのと結婚したよね。嫁のもらい手もないあんたにそんなこと言われたくないわよ。ああ、そういえば私の化粧水も昨日なくなったから同じの買ってきて。今日一歩も外に出てないんじゃないの？そうだけど。っていうかこの1週間ろくに外に出てないんじゃない？うん、コンビニにアイス買いに行ったぐらいかな。
ドラッグストアだって家から徒歩3分のところにあるんだから少しは自分で行きなさいよ。いいじゃん、どうせお姉ちゃんは家政婦で仕事もしてないんだから。あんたね、まだ勇気？どうせかけるがいるんだからでしょ。専業主婦って仕事できない人がなるんでしょ。全国の専業主婦の人に謝りなさい。だってそうじゃん、子供がいる人だって働いてるし、お姉ちゃんは仕事ができないからずっと家にいるんでしょ。私はあんたが家事とかできないからずっと手伝いをしてるんでしょ。好きで専業主婦やってるわけじゃないわ。わあ、私のせい？さすがにそれはないでしょう。お母さんたちからもあんたのこと見るように言われてるんだからね。大半はあんたのお世話のためにここにいるんだからね。はいはい、好きに言っておけば。私は就職をして素敵なキャリアウーマンになる予定だから。じゃ、お買い物よろしく。私は寝る。2時間後。お姉ちゃん、今日焼肉食べ放題に変更ね。なんでよ、今そんな贅沢できないわよ。それにもう晩ご飯の食材買っちゃってるわよ。ダメ、絶対に今日は焼肉食べ放題なの。意味がわからないわ。あんた自分でお金出すの？っていうか出せるお金あるの？お姉ちゃん、私就職決まったんだけど。え？超一流企業に。本当に？うん、本当に。だから就職祝いとして今日は絶対に焼肉食べ放題に行く。よかったわね、おめでとう。まあそういうことなら仕方ないわね。久しぶりに焼肉に行こうか。おごってね。たく、仕方ないわね。就職のお祝いだからいいわよ。じゃあ早速予約しといてよ。わかったわ。結局その日ミランに頼まれた本も化粧水も買って、家に帰ったらアイロンをかけて、夜はミランの就職祝いに焼肉に行きました。イライラはするけど怒っていても仕方がないので、いつもこんな感じになるのです。ミランのぐうたらには本当に困ったものです。次の日。お姉ちゃん、もう用なしだから出て行って。え、何言ってるの？用なしってどういうこと？そのままの意味だよ。お姉ちゃんにもう用はないって言ってるの。いきなりどうしたの？いきなりじゃないよ、ずっと邪魔だって思ってたからね。え、お姉ちゃんのこと鬱陶しいとしか思ってなかったんだよね。いちいちうるさいし、親のように言ってくるのもイライラしてたんだよ、ずっとね。でも私はあんたのお世話をずっとしてきたのに。まあお姉ちゃんにはそれしかできることがないから仕方ないよね。そんな言い方。まあ家事とか洗濯とか掃除とかしなくていいから楽は楽だったけど、お姉ちゃんの存在自体が邪魔だったのよ。そんなに私のことが嫌いなの？嫌い。上から目線で何もかも私に勝ったみたいに思ってるし。そんなこと思ってないわよ。だから私は一流企業を一か八かで受けたのよ、あんたに負けたって思わせるために。あのさ、勝ったとか負けたとかじゃないよ、私たちは姉妹なんだからさ。何が姉妹よ、私はそんなこと思ってないから。昨日も言ったけど私は就職するのよ。それは分かってるけど。私はもう一流企業の社員なの。仕事もできない家政婦のあんたとは違うのよ。早く出て行って。私起業してるんだけど。え？ずっと言ってなかったけど会社を持ってるのよ。嘘でしょ、そんなはずないじゃん。嘘じゃないわよ。だって働きになんて言ってないじゃん。外には働きに行ってないわよ。私はそんな嘘信じないわよ。だったらそれでもいいけど、ずっとあんたに家政婦って言われてきたからね。言うつもりなかったんだけどさすがに言っちゃったわ。どうせ見栄を張って言ってるだけでしょ、わかりきってるから。じゃあそう思っておけばいいじゃないの。とにかく早く出て行ってくれない？邪魔な家政婦はもういらないから。私はずっとあんたのためにいろいろとしてきたけど、どれもこれも意味がなかったってことね。所詮仕事をしている人間が勝つのよ。私は一流企業の社員になったんだから、これから大金持ちになって
素敵なキャリアウーマンとして生きていくんだから。私が出て行って本当にいいのね。だから出て行ってって言ってるじゃん。わかったわ。じゃあもうマンションに戻るわ。もうこれから連絡とかしてこないでね。ちゃんとご飯食べてるとかそういうのいらないから。迷惑だってこと分かっててよね。わかったってば。私ももうあんたに連絡なんてしないから。じゃあ明日中には出て行ってよね。1週間後。お姉ちゃん助けて。なんで連絡してくるのよ。お腹が空いて死にそうなの。今すぐに何か美味しいもの作って。は？なんでそんなことになってるのよ。実は会社3日で辞めちゃって。3日で辞めたの？あれだけ威張ってたのに。なんか思ってた感じと違ってどうしてもついていけなくて。素敵なキャリアウーマンになるとか言ってたのは誰よ。今外に出る気力もなくて家の中も何もなくて、それでもお腹は空いてくるし。そんなの近くにコンビニもスーパーもあるんだから買いに行けばいいでしょ。いつまでも私のことを頼らないでちょうだい。お金ない。はあ？少し貯金あったでしょ。会社に入るためにネットで化粧品とかスーツとか買ってお金がもうないの。お姉ちゃん助けてよ。あれだけ私のことをバカにしておいてその結果がこれなの。あんたもっと人の気持ち考えないと嫌われ者になるよ。でもお姉ちゃんは私のこと嫌いにならないでしょ。私がこの間のことで何も思ってないと思ってるの。だってお姉ちゃんは私のお姉ちゃんだから許してくれるよね。姉妹だからといって言っていいことと悪いことがあるわ。この間も言ったけど私はもうあんたに連絡しないって言ったよね。お姉ちゃんだけが頼りなの。お願いだからお金ちょうだい。あげるわけないでしょ。この間あれだけいろいろと言ってきてたのに私が怒ってないとでも思ってるんでしょう。十分ムカついてるから。ごめんなさい謝るから。もう二度と家政婦なんて言わない。ずっと私のお世話係をしていてほしい。このまま働きたくない。はあ？あんた何言ってるの。こないだ働かない人は負けみたいに言ってたじゃないの。そうだ確かお姉ちゃん会社持ってるんだよね。私を社員にしてお給料ちょうだいよ。そしたら少しは生活していけるかも。会社のことも信じてなかったんじゃないの。だってもう私には何もないから。本当かどうかわからないお姉ちゃんの話に乗るしかないかなって。結局お金目当てってことでしょ。私あんたのこと許すつもりなんてないから。そんな私のことを見捨てないで。無理よ。今のあんたを見て別にかわいそうだなんて思わないわ。ひどい。お姉ちゃんそんなに冷たい人だったの。冷たい人じゃなくてあんたのことが心底嫌いになったからよ。だからもう何も思わなくなったの。お金じゃなくていいから今すぐに何か作って。本当にお腹が空いてるの。いやよ。もうあんたとは会うつもりないから。は？私旦那の単身赴任先に行くことにしたから。仕事もデザインだから家で全然できるし引っ越しても問題ないから。引っ越すの？そうよ。だからもう連絡取らないから。あんたはあんたで生きていきなさい。そんな待ってお姉ちゃん私を助けてよ。お母さんにでも連絡したら。じゃあねさようなら。その後私は家を出て行けと言われたこととともう二度とミランのお世話はしないということをはっきりお母さんに伝えていました。ミランはお母さんに泣きついて電話をしたそうですが、自分でちゃんと貯金をするという約束だったのでお金は渡せないと言われたそうです。とりあえず携帯決済で食いつないでいるようですが、支払いもかなりあるようで、お父さんやお母さん親戚にもお金を貸してほしいとお願いをしていたようです。ですがお母さんがミランのためにならないからといってお金を貸さないように頼んでいたので誰も貸してくれませんでした。その後ミランは家から一番近いコンビニで働くようになりましたが、接客態度が悪いとクビにされ、次に近いコンビニで働きますがまた接客態度でクビにされと
次々クビになっているそうです。私はマンションを売り、旦那の単身赴任先で一緒に暮らすことに。デザインの仕事も順調で、今では月に売上200万も稼げるようになりました。ミランにはちゃんと自分で生活できるようになってほしいので、私からは一切連絡しませんし、 LINE もブロックしました。これに懲りてぐうたらな生活を改善してほしいと思うのでした。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。